ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみよろしくお願いいたします。一つよしなに、今日もね、だから2週間ぶりになるのか、武道館行ってきてね。行ってきて、うん、あ、なんかお仕事ですか？まあ仕事っちゃ仕事だけどね。ほうほう、うん、美和ちゃんのライブをね、ほうほう、見に行ったんだけど。おうおう、仕事ではないじゃん。うん、まあそうね、うん、見に行かせていただいて、はいはいはい、席着いたらびっくりしたよね、藤井さん、藤原さんっていうさ、うん、春日とほらミュージックソンの時に築地にロケ行ったさ、あのタイルマンみたいな、ああ、はい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 、ね、いるじゃない、うん、石井ちゃんをでかくしたみたいな人ね、うん、藤井さん、って言ってた、はいはいはい、藤原さん藤原さんっていうか、藤原さんって感じじゃねえんだよな。うん、なんか違うんだよな、はいはい、うん、あ、そう、タイルマンだよね。うん、ね、転ぶのは気をつけないと、うん、壊れちゃう。隣が藤原さんでさ、うん、なんか武道館で先々週ですもんねみたいな話にいきなりなってさ、うん、そう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 、うん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 、それで、うん、そうっすねみたいな、すごい藤原さんがベタ褒めしてくれてさ、ほう、うん、あ、そう、うん、おう、いやもうオードリーさんしかできないですよみたいな、うんうん、武道館でトークなんて、うんうんうん、いいときね、ありがとうございますみたいな、はいはいはい、でなんか美和ちゃんのね、うん、ラジオも担当してたんだよね、藤原さんは、はいはい、でなんかベストアルバムのツアーだから美和ちゃん、うん、あのこうデビューしてからの写真とかがさ、うん、わーってストリートライブとかちっちゃいライブハウスでやってた頃からの写真とかがこう、うん、ナレーションとか音楽バックに、いいじゃない、いいじゃない、でもすごくなんかもうデカめのする鼻すする音が聞こえてさ、藤原さんの方から何度もこう目に手を当ててる感じがして、最近隣にいるおじさんがよく泣くなと思ってそんなやつばっかりか、なんかそういうなんか反応しやすい年齢になってんのかね、のかもしれないね、来ちゃうとか刺さり具合がもう変わってきちゃうんじゃない？いやそうかもしれないよね。年齢的に、うん、ね、奥まで刺さるんだよ。刺さるんだろうな。まあまあ、あるんだろうね、思いがね。そうだね。その頃のね、結構大変だったこととか。で、あれ、うん、なんか武道館のさ、うん、こととかなんかもう結構過去のことになってんの、春日の中では。まあ過去。まあ、まあ過去ってほどでもないけど、うん、まあやっぱりそういうことがあったというか、ね、うん、一つこの出来事として、うんうん、もうしまってあるけどね、うんうんうん、ある程度そこはもう引っ張り出すこともないみたいな、たまにだからそのスタッフさんとかに会って、うん、いや言ってたんすよとか、うんうんうん、まあそういう話はするけどね、うんうん、自分からあの武道館さっていうのを誰かと話したりすることはないかな、うんうんうん、なるほどなるほど、ああこの間今週あれだ、あの佐藤しおりくんがさ、うん、楽屋来てくれてね、うんうんうん、あ話聞いてなんかね、うん、自分で撮ってくれて、うんうん、ありがとうねなんつって話してて、うん、いや大丈夫だったの席なんつって、うん、なんかどこどこの席でみたいな言ってて、うん、で周りがみんなね、こうもちろんこのリトルという一般のそのさ、うんうん、リスナーも普通のお客さんの中に混じってあの見てたんだって、うん、で周りの人がすごいよくしてくれてなんて言ってね、こうバーッとこう騒がずにこう、うん、ライブをちゃんと見れるような環境だったんじゃない、うん、だから隣なんか男の子なんかね、うんうん、若い育ってたみたいで、うん、なんか、まあ、仲良くなっちゃって休憩、マジで？休憩時間にそのね、うん、男の子から、うん、あのちょっとあの僕トイレ行くんで、うん、あの荷物見てもらっていいですかって頼まれたって、それはちょっとおかしいぞ、それおかしいよ誰に頼んでんだよつって、本当だよね、それはでも ね、その子を探すことはできないけど、ごめんねなんつって言って、私が謝ってさ、なんだそいつと思ってさ、佐藤しおりくんに荷物見てる、しかもなんか話しかけんなよないやいや本当だよ、あ、まあ、話しかけるまでは100歩譲ってね、いやダメでしょダメダメだよ、荷物見とけはダメだろうと思ってさ、でさしおりちゃんもさ、マネージャーさんとかが横にいないのかな、ああどう、まあいたのかもね、だからそのしおりくんの窓なりが、ああだから囲まれてたわけじゃないんじゃない、マネージャーさんの関係者に、わかんないけど、
あ、隣がだってリトルトゥースなんでしょ。片方の隣がそのマネージャーさんとかで、そのもう片方の隣が、そのね、普通のお客さんだったんで。それはお前の推測ね。うん、隣が、まあ、それは推測にして、うん、でも隣の人がそんな。そんな片付け方ないじゃない。寂しいじゃない。うん、推測ではそれ聞いてないからね。だけど、そんなマネージャーと、うん、さん飛ばしてさ、うん、あ、それは分かってる。隣って言ってたから。そんな冷たい言い方ないじゃない。そんな、前だったら、そうだなって言ってくれてたよ。うん。そんな冷たいさ。まあ、ただ、なんか、一人で、マネージャーさんもいなくて、しおりちゃんが座ってたって話の方がいいよな、ラジオ的には。いや、それ、まあまあね、うん、理想だけどね。うん、まあ、さすがに一人ってことはないんじゃない。まあ、それはお前の推測だけど。いやでも、すごいね。辛いよ。そんな買ってくれて。辛いね。よくね。そのリトルトゥースもすごいね。すごいよ。タレントさんにそんなこと、普通でしょ、佐藤しおりちゃん横だったらもう喋れなくなるよね。喋れないし、荷物持って便所行けと思うよね。そうだよな。おめえが持ってかいい話じゃねえかって荷物をさ。だよな。まあ、どんだけあったのか分かんないけどね、僕は。うん、量がね。そんなあって。いや、全然別に、いい人だったんで大丈夫でした、なんて言ってたけど。でも、根っからのいい、うん、いい人だからね、佐藤しおりちゃんとかって。ごめんねえなんつって言って。あれはすごいよな、うん、根っからのいい人ってすごいよな。そうな。なあ。もうそうね、ちょっとわからない、わからないよね。意味はわからないけどね。根っからのいい人の意味。いや、そらもうめちゃめちゃいい育ちなんでしょう、そら。あの、いい育ちっていうのは、その、ご両親がね。まあ、そうね。うん。でも楽しい経験もいっぱいしてきたんでしょう。いやー。おそらくね。ああ、すごいね。そんな、そんな来てくれてんだもんね。いや、そうね。うん。そしてびっくりしましたけど、まあそんな話はしましたけどね。はいはいはい。武道館関連で言うと。武道館関連ね。うん、まあそういう、感じかな、うん。結構なんか言ってくれるよね、スタッフさんがね。まあ、そうね。ねえ。まあまあありがたいよね。まあラジオ聞いてなかったらわかんないだろうし、のにね。リトルトゥース スウェットみたいの着てくれてるスタッフさんがいるもんね、たまに。うん。うん。うん。ちょっと恥ずかしいけどな。なんかね、ありがたいけど、あのみたいな、なんかさ、なんて言えばいいのかな、みたいなさ、なんか、時あるよね。セブンルールのさ、カメラさんだったかな。おぉ、そう。左手首に、リトルトゥースラスタカラリストバンドしてカメラをこうさ、もうさ、ピンチャーマジないけど、なんつうんだろう、帰りにさ、なんか、リストバンドありがとうございますとか言うのもさ、なんか、うん、なんかポーズがあったりすればいいんじゃないの、まあ、ポーズ？合図みたいな。なんか、ありがとうございますリストバンドとか言ったら、他の共演者に聞かれたら、何何とかなって、まあ そ, ね、でそっからリストバンドのラスタカラーを説明するの、ちょっとあれじゃない。だけどなんか、それを発見しちゃったらなんかね、無視するっていうのもちょっと気持ち悪いじゃない。それはなんか、ありがとうございますって言いたいよ、やっぱり。そうそうそう。言いたい気持ちあんのよ。ある。だから、つけてる人もこっちにね、その、行きましたよっていう風にのサインじゃないと思うけど、はいはいはい。何にも触れないでね、無視するっていうのもほら、そうね。ちょっとあるけど、そうね。そうね。なんか、なんかあるかな。ハンドサインとかだったら、例えば、L 作って、で、右手で、それでこう下にこう指を一本やってこう LT になるだろう、リトルトゥースの、だからなんかこれをやってくれたら、その街でもスタッフさんでもこういう風に手を、したらなんか俺たちも言葉じゃなくて、こう例えば品川のさ改札とかでさ、リトルトゥースですって言わないまでも指でこう俺たちにしてくれたら、俺たちもこう指で返すっていうことでしたら、まあ別にそんなに変じゃないじゃない。いや変だよ。変かな。ダセーし。これ？うん、ちょっとダセーしで、ね、そっちの方が、無視しちゃうかもしんない。私みたいな。だったら、リトルトゥース言ってくれた方が、いいかもね。そのトレーナーとか、リスバンドつけてくれてた方が声かけやすいから、その LT 作られても、こっちも LT 返しってさ。本来、なんか、リトルトゥースなんていう言葉は、なんかこう、おふざけでつけたじゃない。なんだそれつって、リスナーだろみたいな感じで、でもなんかあまりにも、俺たちの活躍がすごくて、なんか、リトルトゥースがなんか市民権得ちゃって、なんか、普通になんか昔雑誌のあれしたインタビュアーさんとかに、なんか
私の編集長もリトルトゥースでみたいな普通に会話がさ、はいはいはい、進んでいくときにさ、なんかさ、かる、うん、そもそもリトルトゥースって何って言わなきゃいけなかったのかな、うん、みたいなさ、うん、時あるよな。リトルトゥースなんですってやっぱちょっとなんか恥ずかしさというかなんか、うんうんうん、ちょっとあれね、でラジオ聞いてますのがまだね、はいはいはい、おーありがとうねって言えるけど、リトルトゥースってやっぱちょっと無視したくなっちゃうね、ちょっとね。そう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 、まあしょうがないでもそれもう言ってんだから。確かにね、うん、今さらやめてくれっていうのはねこんだけ言ってこの間もなんかバンドの子に CD いただいた時に言われたもんな、一、うん、人の子に、うん、リトルトゥースなんですよ、うん、僕っつって、そうするとなんか何何みたいになっちゃう感じがあるからさ、だから最悪周りに聞かれない状況がいいよね。あ、何なのって反応されちゃうとさ、はいはいはい、その人を説明しなきゃいけないからね。そうだね。周りに人がねえときあったらいいか。かもしんないよね。言ってくれるのね。かもしんないね。そういうことだよな。結構なんかライブ中にミワちゃんがさ、うん、結構いじるのよ。関係者席にいる俺を。へえ、ステージ上から？うん。最初なんだったっけな。最初なんだったっけな。あ、そうだ。うん、オードリーさんのオールナイトで2週間前、うん、で先週はユーミンさんの来て今日自分のですとかトークしてた時に、武道館ね、そうそう、してなんか今日は若林さんも見に来てくれてるんですよみたいな、でなんかこう、うん、そういう話になるとさ、うん、探したりすんじゃん、関係者席をこう、まあ、うん、そうだね、大体関係者席の、うん、まあ、エリアは多分わかるもんね、そうそうそう、でそのそうだね、うん、うん、なんか探してる人数は少なかったな。え？あ、なんかこうキョロキョロする人数が少なかった。あ、そっちね。だから探されてちょっとなんか居心地悪かったとかじゃなくて、うん、あ、そっちか。うん。うん、それはでもむしろどうにもできない。それはどうにもできない。まあそうそう、誰のせいでもないんだもんな。うん。まあそうね、現状ってことじゃない、それは。まあな。現在のまあ位置というか、まあそうね。関係者席、それはまあね、あ、うんうんうん、まあそれでそうそう、でそれはいいんだけど、うん、そのまた後になんかグッズ紹介みたいな時に、うん、なんか帽子かぶってて、でミワちゃんの帽子に、うん、シンガーソングライターって書いてあるんですよ、うんうんうん、でそのデザインがかっこよくて、うんうん、で楽屋最初、うん、なんか楽屋みたいなところで待たせてくれて、開演前に用意していただいて、空いてる部屋で、はいはい、ありがたいですよって言われて、うんうんうん、でグッズ見てたらさ、うんうんうん、かっこいいなと思ってさ、でそれを俺がずっとスタッフさんにこれかっこいいですねって言ってたのよ、別に欲しいってわけじゃないよ、はいはい、うん、まあまあ、してなんかそれが伝わったみたいで、うんうん、なんか若林さんも、うん、この帽子かっこいい、欲しいって言ってたみたいです、うん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 、とか言って、うんうん、で今日はオードリーさんラジオなんで、うんうん、このライブの話もね、してくれてると思いますけどね、必ずしてくれると思いますけどねみたいな、したらなんかこう、うんうん、笑いがドッと、はいはいはい、うん、なんか、うんうん、怒ってさ、うんうん、それはいいんだけどさ、なんか探してる人数が全然いなくて、俺をその話をしてる最中に、うん、あ、それはうん、まあどうにもならないよな、それはね、どうにもならないか、しょうがないのか、うん、まあだからそういう時がまたね、うんうんうん、次だから宮君のライブに見に行くことが若林さんがあった場合、うんうん、そういういじりをしたら、うん、やっぱりファンの人たちはもっと探してくれってことしか言えないよね、うん、今これ聞いてるね、した方がいいよな、礼儀だよな、今日見に来てくれてる人がいるっていう話の礼儀だよ、キョロキョロするっていうのは、まあ、そんなに、まあ、他の人は分かんないけど、自分のことをそのね、うん、ステージ上でいじられて探してる人数のことを気にするタレントとかいないと思うけどね、うん、今何人探してんな俺のこととかいうのを気にする人はいないとは思うけどね。若林さんはそういうタイプだっていうことでしょ。うん。だからやっぱちょっと、まあ、気使ってってなるんだけど。なんかあと、インスタのフォロワー数も少ないんだよね、うん、俺ね。
うん、なんかよくだから言われてるよ、武道館とあのライブビューイングで2万2000人みたいに貼ってあったわ、日本放送にもポスターが、うんうん、ちょうど2万2000人なんじゃないかなと思ってるよ。何だよ、そのオードリーが好きな人って。超全員来たってこと？うん、だからそのあるじゃん、うん、いっぱいファンがいてのってこの人数がライブに来るってことと、うん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 、深さ、狭く深いのか広く撮ってんのかみたいなことで言うと、なんか狭く深いのかなと思って、だからちょうど2万2000人なんじゃないかなって思ってんだよね。そんな、まあ、ちょう、どうだから、オードリーの子、うん、ラジオ、すごい聞いてて、オードリー好きだけど、うん、武道館にもライブビューイングにも行かなかったって人っていないと思うんだよね、うんうん、俺。もう出席率が 100% ってこと？そう。そんなことは、まあ、ないと思うけどね。あ、そう。で、何万人ぐらい聞いてる人いんの、このラジオじゃ。何万だ、2万2千以上はいるってことでしょ？そう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 。まあ、普通に考えると。いや、2万2千以上かどうかもわかんない。いないかもしんない。もしかして、切ってるかもしんないよ。逆に、うん、なんでじゃあ、いや、友達に誘われてとかさ。あ、聞いてないけど。でも、自分で言うのもなんだけど、うん、友達に誘われてっていう受け方じゃなかったね、武道館は。まあ、うん、まあ、全員が全員そうじゃないと思うけどね。はいはいはい、何人かそういう人がいて、2万2千切ってるかもしれないし、でも分かんないな、どれぐらいなのかっていうのは。そうだね。10万人ぐらいもしかしたら聞いてる人はいるの。まあ、まんま聞いてる人がそのまま来たってことはなかなかないんじゃないかなと思うよね。まあまあね。実際私もラジオもね、昔聞いてて、学生時代に。はいはい、そう、イベントとか一回も行ったことないから。ああ、そうかそうか。やっぱり行くってちょっとこうね、気合い入れないとじゃない。ちょっとやっぱカロリー使うわけですよ。そりゃそうだよ。いくら好きなラジオのね、イベントでも。なんで、全員が全員は。里見は伊集院さんの神宮球場のイベント行ったって言ってたけどね。あ、うん、あ、そう。うん。うん。私はね。あ、そう。うん、ラジオのイベントは行ったことないな。でさ、それで考えると、今日美和ちゃんのライブで、まあ、日向坂の武道館のライブもそうだけど、うん、歌の曲に沿ったことがモニターに出たりするじゃない、うん、ああ、はいはいはい、はい、うん。例えば夏の歌だったら、ビーチとか太陽とか海とか、うん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 、あれやりたかったけどね、俺たちも。どこで流すの？いや、漫才で。漫才で、うん、ああ、その話のね、話題というか、そう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 、あれかっこいいなと思って、うん、いや、それいいでしょ、別に後ろに、うん、何でそれ、いたこ出したりするってこと？まあ、いたこのネタやってる時だったら、こう、天国が映ってて、ああ、直接じゃなくてね、うちの親父が、なんか、こう、ブシューっつってこう、春日の。あ、まんま映像にするってこと？うん。それをなんかオーバーラップしながらやったら盛り上がったんじゃないかなとか思うけどね。それはいいでしょ、そんな。そこまで、なんか、はっきりとさすってこと？ミュージシャンライブでそこまではっきりはしてないじゃん。歌の歌詞通りのことが後ろ残ってたりしないでしょ？うん、まあそうか。うん、まあ歌だったらいいかもしれないけど、その漫才だとさ、うん、どっち見ていいかわかんないみたいになるじゃん、それは。映像、もう映像化しちゃってるからね、ネタを。ってことでしょ？ちょっと盛り上がるかなと思ったんだけどね。まあ、どうなんだろうね。春日のと松本明子さんのとこだけだもんね。ハートで囲われてたりしたのね。ああ、まあ映像的な工夫？うん。まあ、そうか。そうそうそう。だから瞬間移動のネタやってる時とかも、うん、なんかマリックがさ、こうなんか、なんかこう手でこうなんかパワーを送ってみたいな映像が出てたりしたらさ、いや、ミスターマリックは全部、違う人で、もう一人で参加者が出ちゃってるんだよ、別の。しかもミスターマリックの方に目いっちゃうじゃない。うん。それはいいと思う。それはいいんじゃないかな。やっぱ違うのか、それは。まず歌じゃない？歌か。歌は映像でいいけど。高田先生もなんか、オードリーのリアクションが悪かったなって言ってたみたいなんだけど、その武道館のことをすごい褒めたのに、うん、なんか自分たちであんまりこう、うん、すごかったでしょとは言わないもんな。ああ、ありがとうございますってなるよな。まあまあ、そうね。それもあり。逆になんかちょっと自分ではあんまりそこまで関心ないぐらいがかっこいいのかなとも思うしね。まあ、そうだね。もう終わっちゃったらもうね。それはそれで。なんかでもお前のなんかそのなんか、うん、
終わったから過去なんでっていうのもなんかもはやちょっとなんか面白いけどね。逆にベタっていうね。さ、なんかそこまで格好つけなくてもええやんって思っちゃ う, っていうか、うん。確かにさ、ね。本当にそれを、うん、毎日忘れられないって言ってた方がさ、うん、なんか面白いわけじゃん。過去ですみたいなさ、うん、それもなんかこっちも何もすることねえしさ、それ言われちゃうと過去です。うん、あ、そうなんだ、うん。切り替えてんのねってなっちゃうから。そういうもんだよな。そう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 、うん、まあね、あ、そう、それでこれ言おう、うん、10周年ツアーグッズ通販のお知らせです。10周年ツアーオリジナルグッズ自己通販を行いますと、通販で販売する商品が決定しました。ポスターと書籍とガチャガチャ以外の全てです。完売してしまった当日か、武道館公式パーカー、スウェット、ラスタカラー T シャツも買います。もう一回作ります。ラスタカラー T シャツもう一回作るの？トミーが？いや、ラスタはいらないって。ラスタカラーはあの日だけの売れなんじゃないの？あの日だからこそ、ねえ、来て、うん、で、これは多分、ね、何枚作るんだろう？これ、トミーが決めてんのかな？何枚作るのかな、これ。いや、ラスタカラーはいいと思う、いらないよ。ねえ。売れないよ。何枚作るの？まだ決めてない。受注生産。ああ、なるほど。注文来た数だ。あ、そうやったらまあいいか。あ、それだったらいいわ。危ねえ。よかった。またトミーがね。うん。でもラスタカラーで、まあ、武道館でね、たくさん来ていただいてる、はい、くれてるね、お客さんいたけど、あれ以降来てないと思うよ、多分。あそこだからよかったもん。外には絶対来ていけないもんな。ないし、少なくともね。家着にも部屋着にもしてないんじゃないかな。あれ、かっこよく、可愛く着てる人いんのかな。いやー。どうだろう、やっぱりあそこじゃ違和感なかったけど、武道館の中で見たときは、うんうん、私もあの実家に持って帰ったのよ、うん、自分が着たやつをね、はいはいはい、うん、グッズつって言って、いろんな、まあ、タオルとかもさつけてたやつ持って帰って、朝ぐらいに帰って、で夕方ぐらいにまたね実家戻ってきたら、もう洗濯してさ、あの干してあんのよ、はいはいはい、物干しでこう道から見られるラスタカラーの、恥ずかしくてすぐこう取り込まさせたもんね。リトルトゥースって書いてさ、ラスタカラーのやつがさ、住宅街にさ、やめとけっつって言って。あ、そう。うん、それだけね、取り込ましたけど、やっぱ武道館だからよかったんだよ。なるほどね。注文来るかな、どうだろうな。どうだろうね。うん。で、受付開始のスケジュールとかは、番組で詳細決まり次第お伝えしますと、うん、で武道館で先行発売した番組本第3弾、オードリーとオールナイトニッポン死んでもやめんじゃねえぞ編は、不走者から全国の書店ネット書店で絶賛発売中、こっちは本屋さんで買えますと。今回も特別付録として2016年から18年の傑作トーク CD ついてます、うん、ということですね。はい、はいはいはい、あ、いや、タロイモが残念だったね。タロイモ？いや、R1 よ、ルシファー吉岡。あ、タロイモって言うんだ。タロイモ、うん、めちゃくちゃトゥースだったけどね、あのネタね。最高にトゥースだったけどね。で、タロイモのさ、ネタがほら、男子校がさ、共学になるっていうさ、話でさ、俺たち1学年下から共学なんですよ、うん、ずっと男子校で、うん。だからもう、感情移入してしょうがなくてさ、うん、めっちゃ面白いじゃん、余計に、うん、だから俺なんか本当あいつリンパマッサージしてたのかなと思って、 2票だったでしょ、2票だよあのネタで。確かにちょっと足りなかったもんな。2票ってことはタロイモだよな。ネタめちゃめちゃトゥースだったけど、なんか票がタロイモだったよな。まあ足りなかったかもな、リンパマッサージがしたのかな。ちょっと聞いてみよう、リンパマッサージしたか。うん、いやー、え、見た？もちろん、最高にトゥースじゃなかった、あのネタ。まあまあ面白かったよね。しょうがね、激戦の、あの、あれだったからかな。で、その僅差で、ああいう感じなのかな。それにしてもっていうね。なんかちょっとなんかタロイモもさ、なんか不服そうな感じ出てたけどな、表情に。ああ、その辺も聞いてみよう。そういう見えただけかもしれないから。でもあんま電話しちゃいじられるのが好きなタイプじゃないからね。はい、もしもし。あ、タロイモ？タロイモ？
あ、すいません、オードリーの若林です。いや、まあ、はい、あ、タロイモさ、ちょっと待ってください。はいはいはい。タロイモじゃないんですよ、間違い電話ですね。いや、そんなさ、冷静に言うなよ、そんな、もともと社会人だからってさ。そういうわけじゃなくて、タロイモ。タロイモさ、行くんですか、このまま。結構さ、結構さ、手応えあったんじゃないの、はい、ネタ終わった後、R1。あ、そうですね、はい。自分の投票の前まではさ、行ける可能性あるなって感じだったの、やっぱり。そうですね。あ、これは結構あるぞと。うん、だよね。はい、うん。で、俺さ、2票しか入んなかったの見たときにさ、はい。って言ったのよ。あ、ありがとうございます。はい。それ、めちゃめちゃタロイモじゃん、こいつと思って。いやいや、ちょっと待ってください。どういうことですか。でさ、この間さ、先週さ、はい、リンパマッサージ、なんだろう、とっつきやすくするためにリンパマッサージしたらいいのかなって言ってたじゃん。はい。で、俺、あれ、家帰った後さ、考えたんだけどさ、はい、なんかさ、タロイモって目がさ、カニベースみたいになってんじゃん。なんかこう、腫れぼったいっていうか。ああ、腫れぼったいはそうですね、うん。はい。それでなんかとっつきにくいから、リンパを流すと、目がこう、パッチッと開いて、はいはい、可愛らしくなるみたいな多分ことだよね。あ、正解です、はい。当たったよ。で、多分もうこうなってくると、はい、2票はもうとっつきの部分だと思うのよ。あー、なるほど。で、実際さ、その、はい、リンパマッサージしたの？いやー、してない。それどころじゃなかったんで、やっぱり。はい、それ、ね、それどころじゃないというのはどういうことよ。いや、だからその、うん、まあ、ネタの準備とか緊張とか、ああ、そういうことで、まあ、正直リンパマッサージの、うん、リの字も浮かんでこなかった。ああ、それだ、それかな、はい、だから、それだったかもしれんな。じゃあさ、ちょっと今度スタジオ来てよ、春日がさ、リンパマッサージするからさ。そうね。だからそれでリンパマッサージしてれば、はい、またね、次進めたかもしれないっていう可能性がもう出てきちゃってるから。いや、うん、それはやっぱりやってあげたいな、はい、うん、いや、そうです。いや、でもそうかないや、めっちゃ面白かったもん、ネタ。ああ、それは、はい、まあ俺たち男子校だからさ、余計さ、はい、その見て経験してるしさ、まあ、来年から共学になりますって、はい、俺たちは誰も確かに一言も発さなかったのよ、うん、俺たちの1学年下から共学だから、うん、あ、はいはいはい。で、どう、そのタイプ的によ、なんかスタジオ来てさ、春日が、ボディビルパンツ1の春日が、鼠径部をね、リンパマッサージするとかって、そう、芸人さんのタイプ的にどう、結構得意な方、そういうのの絡み方。そっか。よくなってもらいたいからね。いや、そうですよね。うん。いや、全然。リンパマッサージではなかったかな、原因は。まあ、だからそうだと思う。審査員の人、そこは全く見てなかったと思うんですよね、多分。あ、その顔のとっつきの部分は？とっつきの部分はさすがに。え、じゃあなんで2票だったのよ。うん、いや、なんて、うん、なんで2票だったんですかね。いや、だから、なんか、その、うーんっていう感じも舞台上で出てたよね。出てました。なんか出てたように見えたけど、うん、はい。で、今度ちょっと、ね、スタジオ来てさ、ちょっとリンパマッサージだけさせてよ。春日得意だから、ね、結構春日もリンパマッサージ受ける側の経験はすごいあるから、ノウハウ知ってんのよ。うん、そうね。ちゃんとオイルも使うからさ。そうそうそう。ああ、なるほど。オイル使ったらさ。はい、肌弱いんで、オイル使ってます。まあなんかいろいろね、タロイモのアヒージョね。いわゆる。そうね。種類も、オイルの種類も用意しとくからさ。はい。ない、タロイモの。だから、うん、それこそ、その、バラとかね。あ、はい、グレープフルーツとか。うん、あ、はい。うん、まあ。ラベンダー。ラベンダーもあるし、カモミールもあるよ。はい、あとヒアルロン酸っていうのもあるし。はい、うん、まあ。いろいろ用意しとく。何分コースでやりたい？
でももうがっつり90分90分もできるかよ。2時間のラジオで90分かほぼリンパマッサージやってるラジオってなんだよそれ。無理無理、それは無理無理無理。軽くね。常識人だな、うん、浮かばないもんな、お湯でマッサージ受けてて、うん、なんか自分的に納得するリアクションしてる姿が、うん、やっぱりな、ルシファーと塚本くんはそうだよな。二人同時にやってあげたいね、リンパマッサージを、うん、意外とそう。でも俺もそっちだからね。俺と塚本くんとルシファーだよな、うん。やっぱりその春日のリンパマッサージでいいリアクションできない。見てる人が楽しく笑えるリアクションができないのは、うん、高砂くんとか意外と面白くなっちゃいそうじゃん。ああ、そうね。あの、尾関くんとかは、うん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 。俺と塚本くんとタロイモはそうだろうな。まあ、まあまあまあね、うん、いやーそうか、うん、そうか、まあいろいろあるんだろうな、うん、難しいお笑いっていうのは、うん、なんかあ結局春日はゼロに入らなかったんだ、ゼロの水曜日一人で始めるかもっていう話だったけど、いやどこだったその話、春日そんなやついないだろう、特番がすごく良かったから、あの評判が特番は以前一部と二部やってるやついないだろうよ別の曜日かつていないから、かつていない、ね、いないか、うん、インド佐久間さんで、そっかそっか、うん、いやあのさ、ちょっと最近疑問に思うことがあってさ、この間喉が痛くてさ、うん、なんか大きい声出したりするとなんか痛くて、で、うん、それが続いてて、うん、で、耳鼻咽喉科行ったのよ、あ、はいはい、で鼻からさ、ファイバースコープ、お、入れるっちゅうのよ、見てみると奥の奥のその生態見てみると、うん、でファイバースコープって聞いた瞬間さ、うん、なんか40じゃんお互い、えい、なんかもうなんだろう、腰抜けるほど怖いんだけど、怖かったんだけど、うん、それある春日も、どういうこと、ん、そうされることに対して、うん、ああ、全然、どんと来いと思わないってこと、うん、年齢の割に、うん。あ、全然ある、全然あるよ。ああ、やっぱある？お医者はあるよ。しかも、耳鼻はやっぱりこう、結構細いものを入れてくるじゃない。そうね。それこそインフルエンザの検査とかさ。鼻にね。鼻に、痛いわ。痛いよね、あれ。あれやるって、じゃあ検査しましょうかって、棒が出てきた瞬間、やっぱ、うん、心の中どんな感じなの？おいよ、ちょっと待ってくれよ。あ、結構それ本当に必要？でも。だ、なんだったら、うん、ちょっと断るもんね。え？春日？うん、断ってみるっていう。ああ。大丈夫っす、みたいな。え？そこで。え、インフルエンザの検査しましょうかっていう。インフルエンザはもう絶対、うん、あれやんなきゃダメだから、やるけど、なんか例えば、ね？ちょっと、うん、なんかこう、音の聞こえが悪いとか。めっ今、耳の後、耳耳目って言った。耳ね。耳が、目。耳の話なのに、耳の目。もうお医者買ってんじゃん、もう。眼科になってんじゃない、ちょっとチャレンジさせてもらっていい？目だね。ね、ねって言ったの。ね、ねよ。目か。耳なんかね。目じゃない、ね。耳なんかね、つって。うん、ごめんごめん。耳とかね。ダメだから、やるけど。なんか例えば、ね、ちょっと。うん、目か。ごめんごめん。危ね危ね。チャレンジ失敗した。よし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 。一つね、タイムアウト一つ失った。タイムアウト一つ失った。よし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 。危ね。ただでも、目に近い目だったけどね。結構グレーは、審判によったらそれ。ちっちゃく、ちっちゃく目って言ったよ。目ね。目ねっていうな、うん。全然。目ねが出てきたような気もする。全然ねだな、じゃなかった、ね。チャレンジはできないよね。いや、2回はできない、同じプレイで。うんいや、だから、この、耳に聞こえが悪いとかってさ、なんかこう入れたりとかするじゃない、するする。見てみよう。鼻に入れたりするじゃん、耳なのに。はいはいはい、はい。耳にも入れて鼻にもなんか細い銀のさ。あと尿道な、尿道なかなかないか。春日ほら、オペした時さ。あれもいてんだよ、まあ。自分で抜くっていうのは発見したけどね。俺さ、2時間ぐらい。あの話めちゃめちゃ面白いよね。いやいや、そう。入れた時最後、ポンって音がしたっていうさ。先に止めるためのなんか丸い玉みたいなやつだからね。もうきついわ。あとあれだよ、お前の話で、レーシックでさ、うん、看護師さんの手ギュッて握ったっていう話、うん、でもそんなお前がさ、うん、お金に関してはすごいよな。歯の麻酔をさ、しなかったじゃない。
あれはちょっと想像できない、うん、それはやっぱ値段に見合わせたよね。うん、うん、この額だったら痛みたいな。ファイバースコープ入れるっつってさ、うん、女性の医者の方と、うん、看護師さんなんだけどさ、うん、でなんか40の男だとどれぐらいなんだろうかと思ったのは、俺がもう怖すぎて、結局最初に言うと異常なかったの、炎症起こしてるだけだったんだけど、鼻にガーって入れていくときにさ、息吸ってください、声出してくださいって、もうめちゃくちゃ怖いじゃん。怖い、初めて。それで俺、うんうん、でなんかとか言ってんのよ。まあこうで言っちゃうよね。うん、うん、でって声出してください、って声出してくださいって言ってんのに、へーってなってんのよ。シャバ像だね。うん、しょうがないよ。なるよね。なるなるなる。で、よ、いいのか。それで、なんか、今度は、あーにしてください。あー、あー、もう、岡田になってんのよ。歌舞伎町で襲われた時の、うん、あー、あー、もうさ、ファイバースコープ。シャツもビリビリだとしたら。離れられながら。いや、破かれてはいないけど、それで。ああっつって。したらさ、もう、はるか俺より年下と思われるさ、十、うん、何個下だろう、看護師さんがもう俺の肩にそっと手を置いてさ、あのね、ゆっくりゆっくりやりましょう、とか言って、もう恥ずかしいし、怖いしで、はーとか言ってんのよ。で、その喉を通るとき、唾飲んでください。大きく唾飲んでください、とか言われて、うん、で、ごくんじゃ、さらに入れるときに、ごくんじゃ、ぐっと入ってくる感じしたの。で、あーって言ってさ、もうその響き渡ってんのよ。うん、午後の診察の終わり際に。うんうんうん、で、見終わってさ、大丈夫ですよ、つって、まあ、抜いていくじゃん。抜いていくときも、うんうん、あーってなってんのよ。うん、もう、ズルズルズルって感じするから、もう最悪じゃん。もう、はいはい、最悪だよね。やっぱりみんなそうだよね。もっと40ともなると、うん、結構こうなんか、うんうん、なんだろう、V の陣形みたいな感じで、はいはいはい、腕組んで、背筋伸ばして、ガンガン鼻に入ってくのかなって思ってたんだけど。いや、ほんとよ。いや、それあるよ。でも、うん、やっぱみんなそうなるよね。で、抜く瞬間もさ、とかなってたの、俺。うんうん、したらなんか看護師さんがさ、うんうん、なんか、頑張ったねって言ったのよ。でもさ、俺40で、で、なんか俺がおかしいのかって結構へこんで、うんうん、その後、うんうん。そんな感じになる時ある？そんな。40で。40、いや、あるある。うん、やっぱ、うん。で、俺、飛行機もそうなんだけどさ、着陸するときにさ、うん、ずーっと見てたいの、外を。ああ、どのタイミングで、ドーンってなるのかとか。なんか、順調に、高度下げてんのかっていう。おー、はいはい。もう、だから、全然見てたから、もう本当に、うん、いや、これはもう絶対社会だから我慢するけど、窓際じゃないと、結構ムカついてんのね。うんうんなるほどね。もうめちゃくちゃ怖えじゃんと思って。うんうんうん、めちゃくちゃ怖い。で、岡田が窓際座ってたりするからさ。うん、で、なんか変わってっていうと、このご時世パワハラになるじゃん、なんか。パワハラ、まあ、いや、そんなことないでしょ。岡田だって大丈夫でしょ。まるだと。外見てねえのな、そいで。俺は窓際で外見てえのに、あいつ窓際で外見てねえのな、なんか。生かしてないっていうね。見ろやと思って。うん、真ん中のとこ座っててさ、うんうん、なんか順調にコード下げてんのかと思って、うんうん。いつも真ん中だと怖くて、うん、ポーンとかなるじゃん、そいで。うん、なんかが、うん。何があったんだよと思って。でさ、もうガンガン見てんの、窓際の時はもう、うん、順調にコード下げてる顔。うん急じゃないかとかね。うん。そういうことで、なんか嘘だろっていうぐらいさ、うん、旋回してる時あんじゃん。うん、もう、90度にも翼なってんじゃんっていうぐらい、もう旋回してる時ない、たまに、うんうん。どんだけ海面を見せんだよと思って。うん、リアクションなのかと思うぐらい。まあまあ、そうね。で、で、うん、俺ぐらいの歳で、俺ぐらい窓の外を見てる人を見たことないのよ、俺。うん、うん。なんか、ちっちゃめのタブレットとか、ファーとかやってたりするのよ。着陸の時に。で、うんうん、これなんか、俺変なのかなみたいな、うんうん。ファイバースコープ光。うん、うん。カスキンはどうなのその辺。カスキンも、まあでもそうだけど、それを出すか出さない。
だその抑えるかどうか。抑えてる。全員抑えてるよ、そんなのは。窓見たいのかな。全員窓を見て、コード確認したいのに、うん、周りにそれ見られたら恥ずかしいから、うん、タブレットこうやって、全然平気っすよってふりをしてんだ、オールカスがね、いわゆる。そうね、胸張ってさ。それでさ、うん、それを思うときは、うん、着陸してさ、うん、あそこ、ゲートブレついてさ、うんポーンってなってさ、もういいですよ、ベルト外して荷物取ってって時さ、うん、もうすごい勢いで荷物取るだろ、みんな。ブワーガチ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 一斉に立ち上がってね。めちゃめちゃ怖かったんじゃないのって、うん、俺は思うのよ、うんうんうん。出さないんだね、男は。男はそうじゃん。そのね、怖かったってほど、ことではないと思うけどね。怖かったから。怖くない？うん、早くかね、順調に高度下げてんのか。まあ、で大人は我慢すんのか、もうやだわ、もう。だから、その辺が、鈍くなってくるってことなんじゃない？回数か。同じぐらい怖いけどね、9歳ぐらいの時とファイバースコープだった。ファイバースコープもこの先何回も入れてったら、だんだん慣れてくる。そんなに喉やっちゃうの？そう、そういうもの、慣れだよ、だから。ああ、そうか、うん。飛行機も慣れじゃない？そうか、そうか。それはもう、いくつになったって慣れてないもんは怖いっていう話なんだ。まあ確かにね、まあ、40分間際に正論言われても困るんだけど、うん、確かにそうだわ。そういうことよ。でもまあまあ、なるべくね、恥ずかしいから出さない方がいい、ね。出さないし、うん、それかも初めから断るね。ファイバー私は断るから。ファイバースコープで見ますかって言われたらどうする？一回考えるよ。あ、今日は大丈夫です。今日は今日は、うん、ってこと断って、うん、それじゃない治療に変えてもらうとか私はするけどね。もう、はーって言っちゃうから。絶対それ分かってるから。ボロボロ泣いてたんだから、ファイバースコープで。それはあの、うん、喉のあれ涙だけどね、はいはいはい。反応でね。うん。いやいや。いや本当に藤原さんぐらい泣いてたもんな、美和ちゃんのライブ相当泣いてんな、じゃあ藤原さんもファイバースコープ入れてたけどね、美和ちゃんのライブで。いや集中してねえじゃん、関係者席で、うん、セルフで今じゃなくていいじゃん、あーって言ってたもん。今じゃなくていいだろ。日霊プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日霊、日本イーリモデル、サミー、日本触媒、大東建託、防衛省、株式会社オープンハウス。以上各社の協賛で東京中田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン笑え。今一番緊張する仕事が、まあ、潜在能力テストなんですよね今。もうそうですか、うん、だってもう始まってだいぶ経つでしょうよ。いや、あのね、まだそのなんて言えばいいのかな、うん、慣れないってこと。いや、やっぱさ、俺人見知りなんだよね。あ、そう、存じてますよ。あの人見知りじゃないんだけど、うん、あの今はね、うん、もともとその大勢でっていうタイプじゃないから、あの、うん、14人芸能人の人がこう3段に座ってて、それをこう進行するっていうのはね、やっぱなかなかね、うん、なかなかなんですよね。まあそう、大変だろうね。で、頑張りたいんだけど、うん、で結構ね、子供に人気でね、あの番組ね。あ、最近よくね、はいはいはい、小学生にね、街で言われたりするのよ、うん、潜在能力テストの人だって言われるから、なんかだから、うん、知らないんでしょうね、このラジオのこととかは。まあ小学生だとね、うんうん、で、なんだろうな、こう距離もこう結構離れてたりするから、はいはいはい、MC 台からなんかこ う、ね、やっぱ絶対明るい人になんなきゃいけない、あの番組は。時間帯的にも番組のカラー的にも、うん、だからかなり背伸びしてんのよ。なるへそ、うんうんうん、で反省ばっかりやっぱり終わった後、うんうん、でいつもその反省をね、うん、どっかでこう解消しないと引きずっちゃうから、うん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 、帰りに必ずダイバーシティに寄るんですね、うん、私は。
で、はいはいはい、キニクマンショップで、もう死ぬほどガチャガチャをやるんですよ。そうじゃないと、こう、なんか、リセットできない。なるへそ。うん。で、うん、でも、筋肉マンショップの入り口に4つ、筋肉マンのガチャガチャがあるんだ。多分、ほとんど俺がやってると思うんだけど、だんだん減ってってるんだけど、中のカプセルは。そんなにやるんだ、1回。5回でね、まずもう、その3000円分ぐらいを両替してね、100円玉。めちゃくちゃ、両方のポケット、100円玉、15枚ずつみたいな。もう、じゃらつかせながら、もうこう、カツアゲあってジャンプしたら終わりよ、もう。うん、嘘つけない。嘘つけないで、じゃらつかせながらさ、うん、で、まあ、春日のフライデースタイルでさ、フードかぶってさ、はい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 、マスクしてさ、うんうん、もう、ずっとガチガチやってんの。うん、自分が出したいやつを。うん、もう、そのなんか、メシアの格好でね。はい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 。フードかぶって、怪しい格好でずっと、うんうんうん。で、なんかこう、ガチャガチャのスペース、ゲーセンのガチャガチャのスペースとかじゃないから、うん、袋とかはないから、なるへそ、自分リュック背負ってんすけど、うん、でリュックにガチャガチャガチャってカプセル出して中何か見てリュックの中に入れるっていうカプセルを。あ、カプセルごと持って帰る感じ。いちいち開けないんですよ、そこでは。あ、そう、うん。なんかしゃがんでるから一人フードかぶった男が、うん、閉店間際に。うんうんうん、なもう本当入れて、うんうん、まあ早く帰りたいみたいな。そうそうそう、で被ったりすると下打ちしたりしながら、うん、で店の人もこうなんか見てたりするんだけど、うんうん、で家帰ってね、うんうん、そのカプセルを開けて、はいはい、テーブルにまあ一人で並べるんですよね、うん、超人たちを、うん、で部屋真っ暗にして、うん、それを懐中電灯で当ててね。見てるんですよ。それ何なんですか。部屋別に明るいまま見たらちょっと違うの。ね、まあ、石井ちゃんとかもそうだと思うんだけど、うん、武道館やってから結構照明にこだわってるっていうか、うん、その照明で変わるっていうことがあるから、まあ、このブースもね、俺が行ってオレンジをつけたんですけど、オレンジ、あ、ついてる。これもともとなかったんだけど、ね、なかったこれ、うん、そうそう、気づかなかったけど、あったんじゃねえの。そう、うん、本当はなんか、本当は俺と春日のところだけなんかピンスポーで当てて、ブースは青い光に、うっすら表情が分かるぐらいにして、本当はしてほしいんだけど。やりづらいですね。変だよ。で、照明で随分変わるな、岡本さんさすがだなって思ったわけ、舞台監督の。はいはいはい。それ以来。そう。まあその、懐中電灯当てるのがいいんだ。懐中電灯当てるのがプロレスっぽいのよ。ああ、なるへそ。筋肉が、筋消しの筋肉が浮き上がるの。懐中、真っ暗にして懐中電灯当てる方が。まあまあわかるわかる。筋肉マンしかり、うん、ジャンクマンしかり。まあまあ、ジャンクマンそうだね。うん、超人たちがね。で、それを見ながらハイボール飲まないことには、うん、あそこなんかああいう風に展開できなかったかなとかが頭に巡っちゃうから。うん、ああ、それはいいかもしれない。ね、とにかくそれで筋肉マンも37巻以降を読むべきか読まないべきかずっと、と悩んできたんだけど、うん、もう武道館終わりで読むことにしよう、うん、次のショーへ行こうって思ったわけ俺は。なるほど。オードリーしかり、ほう、筋肉マンしかり、お前冷めてんな、殺すぞお前。やだやだやだ、うん、そんなことでね、やられちゃやだ。まあだから、うん、その多い継承で止まったところを、うん、そう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 、うん、まあ、再開したからね、再開したから次のショーに行こうと。で、筋肉マンの話ばっかりで申し訳ないんだけど、で、武道館になんかバイト、昔のバイトのね先輩とかが結構来てくれて、うん、また連絡取るようになったりしてて、で、まあ大体家族いるよねみんな。まあそっか、うん、年齢的にも。で、筋消しもやりまくってるから、うん、もう潜在能力テストの帰りの度に、うんうん、すっごい被ってる筋消しが、もうジェロニモが3つとか、あ、ペンタゴン4つとか、うん、まあ、出る被るのあるよね。そうそうそう、よく出るなってやつね、うんうん、でよく筋肉マンの話するじゃんこの番組で、うんうん、だからしかバイトの先輩たちが、うん、筋肉マンスタンプラリーを子供がやってて、全部付き合わされてさとかメールで来て、うん、で最近ね、中野に住んでる先輩なんだけど、うん、中野ブロードウェイってほら金消しとかすぐ売ってんじゃん、はい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 、でもう、ね、毎週中野ブロードウェイ連れてってくれっつって、うんうん、付き合わされてるわみたいな、うん、あ、そうですかみたいな話をしてて、はい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 、僕も金消し未だにやってんすよみたいな、へえみたいな、うん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 、でね、うん、でこないだ
日曜日休みで、俺、うん。で、中野ブロードウェイで、また子供に連れ、うん、連れ回されてますっていう子供と、金欠ショップを回ってる写真が送られてきたの、夕方に。うんうんうん、で、俺さ、行っていいっすかつって。ほう。うん。ほうほう、なんか、子供とさ、6歳の子だけど、うん、なんか、筋肉マンが大好きになったの、スタンプラリーから。ああ、まあ、今の子供だと珍しい。珍しくて、で、クラスでも一人、クラスでもね、女の子がスタンプラリーやって、うん、で、スタンプラリーしかやってないから、うん、その、超人と駅は全部知ってんのよ。なるへそ。うん。はいはい、はい。だけど、物語は8巻だけ買ってあげたらしくて。なんで8巻だけなのよ。なんでなの、まあ、ね、理由があんのかな。うん。10巻だけって言ってたかな、まあなんかそんなんだよ。で、言っていいっすかっていうのは、うん、俺金消しが被りまくってるから、うん、金消しをあげたいなと思って、その子に。その子に、ああ、いいじゃないですか。もう子供の喜ぶ顔が見たいのよ、一人で、うん。独身で40で家族いないからさ。笑ってないの大丈夫だ、ね、笑っちゃないよ。それは笑い、家族はいるじゃんだって。ね、あ、姉ちゃんと母ちゃんね。そうね、それ減った。3人だから。そうそうそうね。ええ、なへって言ってなかったね。いや、言ってない、言ってない。言ってない、ね。そこじゃ別に笑わないよ。うん。で、えとかなって、うん、いいよ、いいのみたいになって、うん、あ、行きたいっすみたいな。金消しあげてもいいっすかみたいな。そういうのって大丈夫なんですか、うん、教育的に。うん、全然、ね、大丈夫、大丈夫、みたいになって、うんうんうん、で、ブロードウェイの喫茶店で待ってるわ、つって言って、うんうんうん、で、もう結構すぐ着くからさ、俺の力だと、うんうんうん。ブロードウェイって俺あんま行ったことなくて。はいはい。多分、ロケ以外で。うん、で、行ってさ、うん、で、喫茶店にさ、わーって入ってたらさ、もう6歳の男の子。うん、ちっちゃいリュックしょって、うんうん。で、お父さんと、向かい合って座って、なんか、カフェオレみたいな、メロンソーダみたいなのを子供見よう思うんだよね、はいはい。で、そこに行ったらさ、うん、なんか、やっぱあれね、カズがめいっ子とかで慣れてるかもしれない。なんかちょっと、知らない大人が来るってことで、なんか引いてんのよ、ちょっともう。ああ、うん、まあまあ引くよ。誰なんだと、うん。ちょっとやっぱ怖さは感じるんじゃない、うん、でも俺もさ、うん、帽子かぶった、マスク取ってさ、うん、こんにちはって言ったのね。うん、で、横座ったわけよ。うん。うん、したらなんか、ちょっとお辞儀するぐらい。したらお父さんと、うん、バイトの先輩だけど、うん、ちゃんとこんにちはって言いなさいとか言われて、あ、はいはい、こんにちはとか目見ないで、うん、俺もで、やっぱ怖い、チラチラ見てたけど、うん、俺の顔、うん、それでもう早速もう、うん、子供が喜んでる顔見たくてさ、うん、ユニクロでさ靴下買った時のさ、ユニクロのミニ袋に金消し20個ぐらい入れてさ、かぶってるやつ、ちっちゃめの袋ね、うん、で持ってってさ、うん、これさ、はいはい、つって全部あげるよつって、おうおうおう、ね、言ってさ、うん、したら、よかったな、つって先輩が、若林な、つって、うん、体操習ってんだけど、うん、その子が、うん。一段高く飛べるたびに、金消し一個あげるっていう約束なんだよ。なるへそ、ちょっとご褒美でね。うん、だからもう20段飛んだぐらいのことだから、なるへそ。これすごいことなんだよ、息子にとってみたいな。うん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 、で、俺がさ、金消しをこう、袋からさ、ユニクロの袋からこう、うん、ブロードウェイの喫茶店のテーブルに並べてったわけ、サンシャインだ、アシュラマンだ。そしたら、はぁ、アシュラマンだ。持ってないで。で、これは誰かわかるって言ったら、ブラックホールだ。ブラックホールはね、ドギクボみたいな。もうさ、なんか可愛くてさ、なんかもう自分が喜ぶこと少ねえから、うん、もうさ、武道館も終わっちゃってさ、もうねえよ、この世で。これ以上嬉しいことなんて。生きてても多分、うんうん。子供が喜んでる顔見るぐらいで、俺が。うん、うん。そう、喜ばした方がいいな、じゃあね。そうそうそう。うん、積極的に、これからは。地獄の断頭台知ってるみたいな。うん、悪魔将軍、悪魔将軍はどこだっけなみたいな。全部駅覚えてる。うん、なるへそ。でも、触らない。金消しには。なんかこう、うん、ワクワクして触れないっていう感じ。もう見てんの、こうやってずっと。なるほどね。で、あんぐらいの感じで見てたんだろうな、子供の頃。金消しを見てたもんな。金消しを見てたね。ずっと。うん。ちっちゃいリュックショってさ、もうキラキラしてんの、目が。うん、穴が開いてるブラックホールとか。で、まだ1本、ね、3つぐらいしか買ってもらってないの、まだ。あ、まあ3段しかクリアしてない、ね。そうそうそう。うん。で、モンゴルマン出したらさ、うん、モンゴルマンだって言うから、モンゴルマンはネットね、とか駅を言うの、ね。はいはいはい。褒めたいね、子供っていうのは。キラキラしてる子供褒めたくなるもんだね。ほらほら。家族、うん、めいっ子とかおいっ子いないからさ、うん、褒めたくなる。よく知ってるね、駅、はいはい、うん。知っ
ってるね、田町よく出てきたねとか言って、そう喜びですよ、ね、モンゴルマンってさ、やっぱ尊敬されたくなるね、子供には。なるへそ、すごいと思われたいとね。そう、モンゴルマンの中ってラーメンマンなの知ってるっつったら、お父さんに怒られてさ、若林さんが、あ、ちょ、それ言わないでって言われて。あ、で聞いたら、まあ10巻欲しいっていうか買ったんだけど、次買うまでにどうなるかを想像させてから、なるへそ、買ってあげてるから、ちょっとストーリーじゃなくてスタンプで、何回も言われた、その日スタンプラリーしか知らないからって、俺がそのええ格好したくなるから、なるほど、その ネタバレしちゃうから、だからそういう話をお父さんしてんだろうね、これからどうなると思うみたいなって言ってね、サンシャインのここがローラーになってるやつもすごい触ってんだけど、ローラーなんだよってなんか言えない、10巻じゃ出てこねえかと思って、出てこない、まだ悪魔騎士出てこないし、だからその、あ、そっか、そうね、だからローラーの意味も多分分かってないんだろうね、なんでここがローラーになってるのか、で触っててこれさ何って言ってんだけど、もう教えれないから、もう勝負上がったらよ、こっちとしては尊敬されたいのにさまあそうか、そうね、10巻以降のことを話しても尊敬されない、知ってること話してもね、そうそう、尊敬されないからね。で筋肉で「筋肉すぐるってさ、好き？」っつったら「あんまり」とか言って「そうでしょ？」っつって、筋肉マンって「筋肉すぐる」って主人公なのに、読者投票とかでもう11位とかなんだよっていう、あ、そうなんだとか言ってんの、でもね、おじさんぐらいの年になると、筋肉すぐるがあえて3枚目やってくれてるっていうかっこよさがね、分かってくるんだよ。で、お父さんが、まだ分かんないな。そうだ、ちょっと難しいよ。そしたら分かんない。うん、それ難しい。全然ハマんないのよ。俺ハマりたくて。ハマりたくなるでしょ、めいっ子とかに。だから DS いいタイミング投げるんだもんな。一回だけだけどね。何個も必要なもんじゃないじゃん。悩んでる女子タレントとさ、メイクには DS あげるじゃん。いやいや、メイクだけよ。あと、AP さんにもね、DS。はい、DS じゃないのよ。やったことない、メイク以外。まあ、だから、子供にはあるね。そうそう。ちょっとやっぱりね、すごい大人、かっ、すごいって思われたいって。だから、でも難しいわけだよね、そのラインがね。ストーリーあれだから、だからなんか、でも、スタンプラリーにあった説明は読んでるから、なるへそ。そこまでだと言って難しいのよ。で、俺、おじちゃんの学校の母校の荻窪駅がブラックホールで、地元の西荻が便器マンなんだけど、これってワクワクするよなって言ったのよ。全然刺さんないのよ、子供に。いや、だから言い方もちょっとおかしい、おかしいというか、6歳レベルじゃないのよ。ワクワクする。でも6歳でも、分かってたけどね、俺は。いや、だから普通の6歳、それはさ、ベンキマンとブラックホールなんかさ、ワクワクじゃちょっと足りないじゃん。で、じゃブラックホールって、つって、不思議すぎて考えると夜中眠れなくならないって言ったら、ならないって言われて。いや、ブラックホールで眠れなくなんなかった？あれ、なんなんと思って。わかるわかるわかる。わかるよね、どうなってんのとか。うん。そのよく筋肉マン脱出できたな、みたいな。で、実際にさ、宇宙にあるって言うじゃない、ブラックホールって。まあ、それが元で、ね、それは引力が強すぎて、全部引き寄せちゃうということで、穴に吸い込まれるっていう筋肉マン的なブラックホールじゃなかったじゃない。はい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 。それって、って何なのって思って眠れなかったのよ、俺は小学校の時。でも、なんない、おならで脱出するんだよねとか言って、多分駅に書いてあったんでしょう。いや、そう、おならで脱出できるで、納得できたつって、空が割れて、つって言ったら、うんとか言って言われて。うん、なんか、はまんねえなぁと思って、それで、で、その後、喫茶店出て、ブロードウェイの金欠ショップ行こう、つって、3人で。ああ、いいやいいや。さ、子供ってあれすごいな、なんかもう、なんだろうな、もう、32ビートぐらいのさ、スキップ。もう、早っ。なんかあの、川田さんのスキップみたいな。はいはいはい。もう、こんなんなってブロードウェイをさ、
あんな風になる時あるか、例えばスーパーボール見に行く時でも、うん、そのスタジアムでこう武道館出る前とか。あれさ、でもじゃああれ子供だからって片付けるけど、あ、やっぱ、うん、あー日々なってかないと、もうぬぼーっとした顔でさ、まあ、ブース入ってきてさ、お前毎週土曜日、うん、なことはないよ。なんかこうなんかなんだろうな、うん、もうなんかこうルーティーンになってる、ケツバットされてさ、おざなりのおざなりの、うん、なんかタイトルコールしてさ、そんな言い方、うん、そんな言い方することもないし、スキップでもう入ってこなきゃダメだよ、ブースはこうやって、あ、来週から2人でそうしようか、なんでだよ、腕組んで川田スキップで、もうすごかったぜ、かわいいね、まあだからもう楽しすぎてもうこうなっちゃってんね、だからもうから抑えられないわね。で逆にそれを見た時に、あ、喫茶店長回ししすぎたなと思ったって思ったまあ編集したいとこだよね多分俺のトーク長かったんだなと思った。その子にしたらやっぱりメインがね、金消し見に行くとか、もう早く行きたかったんで、金消しショップでさ、の入り口にさ、ブロッケンジュニアの帽子とサングラス、あれサングラスなのね、サングラ、帽子についてんじゃなかった、違ったっけ、いや、あれさ。だって雲みたいなのあるじゃん。そう、あれさ、影だと思ってなかった。ブロッケンジュニアって。ああ、どうだったかな、まあ、ね、思ってたよね。で、あれサングラスに ね、なんかね、アニメバージョンかなんかなってるっぽいのよ。完全にサングラス、あの、昔の野球のさ、キャップについてさ、あの、そのこの、日よけみたいな、キャップに。それはお前の、なんか思い出とあれがこっち、わかるよ、気持ちは、でも。今ね、あの、わかるわかる。あれじゃないんだ、あの帽子についてる、あ、帽子についてないか、ふわふわふわってなるもんね。なんでリモコン発だもんね、あれ、そう。製銀超人が、あの、うん、帽子の裏のとこベロってやって、かぶってんの、ね。昔の野球帽の、あれじゃないか。それがさ、ご自由にどうぞ、さ、記念撮影にお使いくださいって置いてあってさ、うん、ブロッケンジュニア好きみたいでさ、はいはい、サングラスとかぶってさ、ね、なんかピースしてさ、うん、で、そのお父さんがさ、うん、先輩が撮ってあげてんのよ。うん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 、若林も撮りなよ、つって。うん、で、俺子供と同じ目線になれば、ハ、う、マ、んうんうん、れるっていうか、心通じると思ったから、うん、俺もさ、ブロッケンジュニアのかぶってさ、サングラスしてさ、はいはい、ベルリンの赤い雨のポーズをさ、いいねいいね、こうやって店の前で撮ってさ、ね、でもさ、うん、サングラス越しにさ、すごいこう、楽しそうな顔するかなと思って見たらさ、うん、めちゃめちゃ子供引いててさ。なんでだろうさ。いやだから。俺もうびっくりしたわ、ベルリンの赤い雨のポーズで人をこう、高立つかと、しゃがみながら掲げたらめちゃめちゃ引いてて。なんですか、キリグマ好きなのに。6歳、7歳の時って、うん、子供と同じことで楽しんでる大人、俺引いてたわ、そういえばと思って。あー、なるへそ。なんかめっちゃ、うん、めっちゃドンジャラでテンション上がっちゃってんじゃん、みたいな大人。うんうんうん、で寄せてきてんだろ、子供にって思ってたわ、と思って。うん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 、めちゃめちゃ、で、うーん、とか言いながらサングラス取って、まあまあ、これはね、うん、これとしてみたいな。一滑りあって。で、うん、金消しを一つ買ってもらえる日だったみたいで、飛び箱を一段を。ああ、はい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 。何が好きなの超人でって言ったら、もうアトランティスだと。うん、アトランティスが好きで好きでと。うんうん、でも高くて手の届かないさ、ロビンマスクの仮面持ったさ、うんうんうん、アトランティスの人形とか置いてあってさ、うんうん、ふわーっとかって見てるね。なんかそういうの見るのも可愛いじゃん。可愛らしいね。ほいで、うん、物語は知らないから、うん、10巻だけだからのかな。うんうん、なんかあとはって聞いたら、うん、ザ・フィッシャーズが好きっていうの。なんか変わったことが、あ、そう。で、ロビンマスクとかじゃないんだね。うん、で、ザ・フィッシャーズとアトランティスが好きって、うんうんうん、で、ザ・フィッシャーズがどんな目にあったかをね、うん、言えないわけじゃん、俺。そんな強いんじゃないんだよね。うん、フィッシャーズはもう出てきて。10巻だけだから、多分。10巻だけ、10巻1つってこと ?1 つ。あ、1巻から10巻までじゃなくてね。うん、あ、じゃあフィッシャーズはもっと前よ、ちょうどオリンピックだから。でもなんか好きなんだって、うん、スタンプラリーで。ああ、なるほどね。で、アトランティスとザ・フィッシャーズって、
ていうことでさ、すっごい迷ってんの。100円のさ、金結晶、100円ってカゴに入ってんのさ、探してアトランティスとフィッシャーズを見て、どっちにしようかな。1個しかね、やっぱり1段だから、うん、クリアしたら1個だけだ。じゃあアトランティスにするっつって、アトランティスがなんかキックみたいにしてるやつをさ、100円でこんなんよ、カゴからさ、ちっちゃいやつね。嬉しそうな100円のものが1段飛べたご褒美で、お父さんこれでいいんだなっつって、レジに向かうわけよ。でもそこで俺はさ、プレゼントしようと思ってさ。アトランティスとザ・フィッシャーズって体が緑なんですよ、うん、で両生類系じゃん、まあ、魚っぽいけどね、なるほどねと思って、うん、そっちねと思って、うん、スニゲーターワニのね超人、うん、スニゲーターを探してカゴの中から、うん、その後買ってレジで、うん、で自分の買う感じでスニゲーター買って、うん、プレゼントしたんですよ。おでも、まず自分のアトランティスは手に握りしめてずっと凝視してめっちゃ顔に近づいて。ほんと好きなのね。で、これプレゼント。スニゲーター渡したら。なんか、みたいな。で、スニゲーターも好きじゃないっつったら、原宿駅、スタンプラリーで。つったら、あんまり、みたいな。あら？で、なんでって聞いたら、気持ち悪いからっていう。それはストレートに？いや、アトランティスはそんな変わんない。ワニか魚かぐらいの違いだけどね。のような気がするけどね。うん、店出てさ、で、うん、夕飯の用意お母さんがしてるから帰ろうって感じになって。やっぱやっと変えた一個の金消し、なんだろうなと思ったのは、こう手にもアトランティス持って、もう変わったスタップで、もうお父さんと手つないで。うん、見ながらアトランティスもスキップ で、うん、でいつの間にか俺のユニクロの袋はお父さんが持ってたんですよ、うんうん、スニゲーターが俺のプレゼントしたうん、うん、まあ、なんかそこ勝てない感じ。それで、まあ、その辺はね正直だな子供は、うんうん、でなんかこうやって休みの日とか過ごしてって、うん、家帰ってご飯食べる、うんうん、だってお母さんが作ってて、うんうんうん、そういうのが家族の休みの日、うん、日曜日なのかとか、うんうんうん、でご飯食べた後は、うん、日本史クイズ大会が今日あるんだって言ってて、家族で日本史クイズ大会をやるんだ、で今日は姉ちゃんに勝ちたいんだみたいな、うん、ああそういうのがあるんだな家族ってと思いながらね、うんうんうん、俺はあの筋肉あウォーズマンの幼少時代のフィギュアだけ買ってね8000円のやつを、ね、結構するなおい大人だね一人で一人でねサンプラザの駐車場の地下に暗い地下に、うん、暗い地下いらないけど別に車取って幼少時代のウォーズマンのフィギュアだけ買ってね俺は。はいはい、それは二人と別れてからまた戻って買いに行ったんですけど、なんか、家族がいないからさ。なるほどね、うん。その場で買うのもね。で、あんまり20体あげてもハマって、やっぱ苦労して買った。昔から何度も通ってアトランティスかな、やっぱなと思って。でもしたらなんかお父さんがそうしたのかもしんないけど、メールが送られてきて、風呂上がりだろうね、パジャマ。なんか。アニメからのパジャマ着てるその子のが俺があげた金消しと自分のアトランティスをこう机に並べてさこう眺めてるさ写真が送られてきてさ一応で結構まあスニゲーターも結構前の方にあって結構良かったんじゃないかなやっぱりでなんかあんまり喋ってくんなかったしハマんなかった口数もあれだったけどその後お父さんがメール来てあれ帰りに言ってたんだけど息子がつってあの潜在能力の人だと思って最初に見た時にめっちゃ緊張してたらしいんだよね。あ、そう、うん、分かってたんだ。分かってくれてたんだって。そうそう、テレビの人だと思って、ね、それは言ってなくて潜在能力ってその人じゃないかなって思ってたみたいな。なるほど、似てるなと。そうそう、だからそれで緊張してたみたいなんだよね。で、あの俺ほら真っ暗にしてさ懐中電灯で当ててるって言ってたじゃん。でそのまたその真っ暗にしてその子も懐中電灯で当ててる写真も送られてきてたけどね。スニゲーターが一番前にありましたけど。いやじゃ良かったんだ結果ね。そうそうそう、まあ結果良かったのかなと思って、でまあそういう過ごし方してね、まあ帰りにまた自分で一人でリビングで長寿に並べてね、真っ暗にして懐中電灯で俺も当ててたんですけど、まああのサイズ感ちょっとおかしいけどね、一番でかいのがウォーズマンの子供の頃のフィギュアなんで
それ難しいます。そのサイズで合わせなきゃいけないじゃん。ちょっと気持ち悪いね。バランスが。オードリーのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。まあ私もね、くしくもその子供の話なんですけどね。昼やれこんなラジオ。しょうがない、それはもう今先週あったことなんだからさ。いや、まあ一個ですよ。私の身近な子供って言ったらね。DS をあげたね。その他人の子供と触れ合う気はなんかないからね。はいはい、DS をあげた。まあ、めいっ子二人と、あとまあ、妹さんですよ。はいはいはい。と、まあ、私でね、ちょっと所沢の町で、やってた、謎解きゲームに参加してきてね。いいね。もう日曜です、先週の。いや、やっぱり、それだよな、うん。子供が楽しんでる顔みんな一番だよな。一番、俺たちは。一番。で、まあ、日曜ね、ちょっと時間があったからさ、まあ、ジム行って、って、なんだかんだ、やって、喋んな、そこの。家でね、だらだらして、みたいな。謎解き始めようよ。エロパス何回かやって、みたいな風に考えてたわけよ。そんな、そこいらねえだろ。したら、その妹さんからね、いや、謎解きゲームがあるんだ。謎解きゲームやるんだろって言われたから、もう急遽帰ってね。うん。で、所沢の街を舞台にしてるわけよ。ところん探偵って言ってて。はいはい。ところんっていうゆるキャラがいるわけですよ。知らないけど。ところ沢にね。それの、その探偵団みたいな。のゲームで、街全体にこう、いろいろこう、ね、謎が。そうだろうね。そう。やっててさ。うん。で、まあ、所沢駅着いて、もう。そこからでいいんだよ。もう早く行きたくしょうがない。もうそれこそほんともう32ビートみたいなさ。それはお前変わったスキップしてたの？変わったよ。私じゃないよ。私がしたらおかしいでしょ。めいっ子がよ。もう早く行きたいと。40の男はいつ変わったスキップすんのよ。いや、しん。やっぱフィリピンパブ行くとこいい。そうだ。行きと帰りね。いや、私にとってはほんとね、ブロードウェイなわけだからさ。金消し帰り行けたらもんよ。金髪行くのは。それはいいよ、うん、そこは。それで。もう子供、めいっ子はテンションかなり上がる、うん。テンション高い、もう。いや、そうなんだろうな。来い来い来いなんつって言ってね。早く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 なんつって言ったらスタート地点に。うん、したら公民館なんですよ、うん。で、もうすごい行列というか、うん、もう子供たちがね、うん、もう並んでるわけよ。はいはいはい、もう子供と大人が。お姉ちゃんの方が春日に似てるんだってね。まあ、そうだね。性格とかが。とか、面構えもやっぱり似て、私の幼少期に似てるわね。あ、そうなんだ。うん。なんかお姉ちゃんが、うん、お姉ちゃんっていうか、妹か、お前の。うん、うん。お母さんだよね、だから。うん。が、行ったじゃん、うん、俺、家に。はいはい。そしたら、これ、お兄ちゃんに、内緒だよ、っつって。うん。私に？うん。うん、うん。言ったのよ。ほう。何がよ。言ったのかな、妹さんが多分トークのことを気にしててくれてて。日曜日まで内緒だよ、つって。ああ、めいっ子に。めいっ子にって、めいっ子と春日のグループラインがあるらしいじゃない。まあ、グループラインあるね。ひらがなで送られてきますよ。うん。妹のスマートフォンを返してね。そう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 。返してる時に妹のスマートフォン。あるでしょ？あるある。で、だから、日曜日まで内緒だよってトークするからって思ってくれて、妹さんが。言ってくれたんだけど、春日に似てるなと思ったんだけど、妹さんはなんか、二人のね、お姉ちゃん妹いて、分かった、みたいなけど、お姉ちゃんはなんか、の方は、言っちゃおうかな、クフフって言ってたから。そんなこと言わないだろ。そんな、めっちゃ笑ってたから、言っちゃおうかな、クフフ。それいつやった言ってたから。そう、いやいや、そこは似てないと思う。春日っぽいなと思って。いや、そんなことや。口が硬いで有名だから、私はね。高校の時から。それずっと言うな、それ。言うなってことはもう一切言わないから。それずっと言ってんだ、お前。自信あるからね。うん、まあまあ、そいで、まあ、スタートして、もうすっごい並んでんのよ。うん、それで、そこ並んでさ、なんかこう、受付してね、うん、ところん探偵手帳みたいなのがもらってさ、うん、そういろいろ書いてあるの。で、この持ったまま、とりあえず公民館なんか入って、うん、VTR をね、はい、見てもらいます。はいはい、最初の。最初のね、うん。で、まあ入ってさ、もう30人ぐらいいるのよ。マスクとフードはやっぱ被ってる。して、フライデースタイル、ね。フライデースタイル、うん。それはさ、言わないの、うん、お姉ちゃんの方が。うん。オードリーの春日ですよ。クフフ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 
それは言わないし、うん、妹もやっぱ注意するのよ。そこはね。そうそう、その、ね、名前でね。あ、カスガーって呼ばないように。呼ばないように。カスガーって呼ぶの。カスガーとは呼ばないけど、ね。その、あんまり、その、話しかけたりとか、うん、ねえねえ、みたいな。あ、やめなさい。うん、そう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 。絡むのやめなさい、みたいな。声とかでね。まあ、そんな風に、そこまでバレないと思うけど、うん、妹はケアするわけよ。うん、注意するわけ、めっこ二人にね。はいはいはい、で、まあ、そのさ、フライデースタイルでね、入ってさ、公民館なんか、うん、見るのよ。V を、なんかモニターみたいに映ってさ。うん、で、ところんとなんかね、職員さんかな市役所の職員の若い、うん、男の人がさ、うん、ね、ところ暇だねなんつって。始まるんだよ、うん、その V を。もう手作りの V がさ。あ、そう、なんかこれから、こういうテーマで。ミッションがあるって、事件が起こる。これから地獄の街ところさ、お前たちは、這いずり回るのだ、うわぁ、ひゃいひゃいひゃってところんが言う感じ。いや、泣くだろ、全員泣くだろ、子供が。もう大惨事だよ、公民館だけが。うわー、怖いーっつって言って、ところするんじゃないからね。もう可愛らしいキャラクターだから。ね職員さんと話したら部屋に、また別の職員のね、男の子バーって入ってきて、大変ですっつって、航空公園の、あの飛行機の、プロペラが盗まれましたっていうわけよ。なるほど。で、みんな行ってさ。プロペラがない、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 ないみたいなさ。そのプロペラは、キャバクラのビップルームに隠されているという話もあるぞ。今すぐ、プロペ通りを這いずり回って、探し出すがいい。うわぁ、はい、はい、はい。市役所が主催でやってんのよ。なんだその街。子供に謎ぎっと向かって、キャバクラになんてそんなことを。子供対象に市がやるイベントじゃねえだろ、それよ。健全な街で所沢っちゅうのは。じゃあ一緒に探してね、みたいなこと言うの、ところがね、この画面カメラに向かって。うん、したらやっぱ子供たちがさ、うん、はーいとか言ってさ、うん、車には気をつけてね、うん、大人の方と一緒に安全にこう、うん、調査してね、なんて、うん、はーいなんて言って言って。めいっ子が一番でかいからね、はーいって一番前で手帳握って、はーいってやってるわけよ。制限時間とかないのね。一応でもその何時までみたいなある。何時までそれはでもね、だいぶあった。2時間ぐらいあったから、まあまあ余裕持っていろいろこう、回れるぐらいの。何を探せばいいの？それだ、犯人を探して、そのプロペラを取り返してくれっていうわけ。プロペラをね。その V だとね。で、スタート。犯人は、雀荘でフリーで撃ってる。白髪混じりの葉巻を加えた口ひげの男という話もあるぞ。いいか、雀荘でフリーで撃ってる男を探し出すがいい。いや、もう中止よ。そんなもう中止になって問題になって何人か首が飛ぶよ、それ。そんなイベントやってたら。いやいやね、さ、見つけてきてくれよ、うん、お願いよみたいな。ケロロ軍曹にならなかった今。軍曹になってる。見つけてきてケロって言ったよね。ケロロ軍曹になったよね。いやいや、トコロンだから、ケロロ軍曹じゃない。ちょっといい？見つけてきてくれ。2回目の。ケロって言って、ケロロ軍曹になったよ。トコロンだから。いやいやね。さ、見つけてきてくれよ。くれよだね。くれよだ、ギリギリでくれだな。またタイムアウト失敗す。もうタイムアウトな。あと1個しかないですよ。で、こう、スタートしてみんなゾロゾロ行くわけよ。うん、ね。それで、もう、こう、その手帳ってかなんか書いてあんの。うん、その、順番って、ここ行って、ここ行って、みたいな。まず新聞屋さんに新聞をもらう、なんつって言ってさ、うん、なんか地下道みたいな新聞屋さんに新聞もらって、そこにさ、いろいろ書いてあるけど、情報が。うん、その、盗まれたと、プロペラが。で、容疑者が、これ誰とこれ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 と書いてあってね。で、目撃者がいるらしいと。で、その目撃者が所沢の町にね、うん、こう、散らばってるから見つけ出して、うん、あのヒントの紙をもらってくれみたいな、書いてあるの、はい、でそれ見てさ行こうなって順番に、うん、まず最初の目撃者が、はい、お相撲さんね、へお相撲さんがイオンの前に立ってんのよ
多分職員の若い男の子かな、うん、ガリガリの男の子がさ、うん、浴衣着てさ、あのちょんまげのズラかぶってさ、あの、ぶっちょですとか言って、やって、まあ、とこばーって言って、ヒントちょうだいなんて言って、うちのね、メイクはしたら、ほーん、これだよ、ゴンゴアスみたいなことを言ってさ、一応なんか設定が、あってなんかバイトなのか職員なんかわかんないけどね、うん、こうやって、はい、それをもうもらって、はい、そこにいろんな書いてあるヒントが、はい、まあまあ子供低学年用だから、はい、なんかこうなんつうのかな、絵が書いてあってさ、こうなんかドーナツの絵となんかレモンの絵とさ、なんかいろいろ書いてあって、このここに入るのは何の、うん、言葉かとかさ、はいはいはい、あるわけよ、うん、月とかなんか火の絵が書いてあってね、水の絵書いてあってさ、うん、ここ次のここの、ね、そうそうそうは何の言葉が入るかみたいなのをこう集めていくわけ、はいはい、でお相撲さんがいてね、でまたこう新聞読んでたらこう次のポイントには、うん、あの野球選手がいるよなんつって言って、でいたいるのはライオンズのさ、ユニフォーム着てね、ガリガリの男の子がさ、帽子かぶってさ、セーブだからね、セーブだからね、うん、で、はいはいホームランとか言ってこうもくれるわけよ、でそれもらってって、でバスケットボールそれはなんか、うん、どんなことを喋ってんの、野球選手、野球選手は、うん、だからそのいいか我ら、俺はな二軍で肘を壊し、その故障が治らず、野球の道は諦めた。それから裏社会に身を投じ、そこからこの街は俺の街になったんだ。もうやめたわよ、そのイベントは。そんなんだ、そんななんか、ね、もっと明るいさ、ドラフト1位で入って、みたいな。スター選手になってみたいな、そのいいのよ、闇の部分をさピックアップしたイベントじゃないから、別に力士もなんかね故障してとかそういうんじゃないよ、明るいさちょっと、うん、仮にだけど力士でどんな怖さだったか、うん、や教えてもらっていい、どんな感じだったの、力士や子供に対して、よく来たな、俺はなジョニダンまで行ったんだが膝を壊して今はクラブの用心棒をやっている。はい、テキーラ。めちゃめちゃ怖いじゃん、その謎解きゲーム。いや、そうじゃないよ、そのなんかテキーラ出してくるじゃん。いや、そんな入学とかみたいな、そんな話じゃないよ。なんかパイプ振り回したりしてなかった、ゴミ箱振り回したり。してないよ。街の人殴ったりしてないよ。コンビニ入ったりとかしてないよ。ぶつかったりしてよろけたりとかしてないよ。いやいや、それでやってってね、うん、でこのまあ5人ぐらいかな、うん、その目撃者に会うとヒントの紙にいろいろ書いてあって、うん、その新聞の中の容疑者が一人一人消えていくというかね、なるほど、この人は違うな、この人は違うなって、うん、まあ、最終的に犯人が見つかってプロペラが隠してある場所も分かる、はいはい、ってなってるわけよ、うん、だからその力士がで、プロペラなんで隠しちゃうの、うん、プロペラだから犯人が航空公園の飛行機、うん、展示された飛行機のプロペラを取って盗んで、うん、どっかに隠してる。それなんでなの？いや、なんでって分かんないよ。なんかもう出来心分かんない。なんか目的あるの本当に。徳がないと人間って行動しないじゃない、うん、何の徳があったの？プロペラを盗むことに。プロペラをどっかに売るとかさ。売るんだったら隠さなくていいじゃん。で、その、ね、業者が見つかる、一番高く買ってくれるところが見つかるまで隠してる。なんで自宅じゃないのよ。いや、自宅は、でかいもんだから、うん、自宅だと隠しきれないじゃん。外に隠しきれない。もういいだろ、別にそこは。犯人の動機なんかどうでもいいんだよ、見つけて、プロペラの隠し場所があって。よかったね。なぜプロペラを俺が隠したかって出来心じゃ。いや、そんなこと大きなこと言わなくていいんだよ、別に、うん。そうだろうなって思うし、出来心だった。もっとなんかすごい理由があると思っただろう、そこ。大声で言われ。普通だな、おい。うん、いや、それいいのよ。それでね、まあ、力士、その、いや、何回説明してんのよ、そこ。野球選手いて、バスケットボール選手が。その、絵に描いた新聞に、ここに野球選手が絵でね、うん、ここのタワーの下にいるよ、とか、ここのスーパーの前にいるよ、つって。で、こう、辿っていくわけですよ。で、その次の絵が、なんか、普通なんか、おじさんの絵だったの。うん。なんか、うん、ワイシャツ着てね。もしかして。何の絵だ、つって言って、行ったらなんかね、部屋のなんかビルの、なんか奥の方の部屋とか、なんだろうね、なんつ妹とかとね、話しながら行って、部屋入ってみたら、ピンクのベストを着たさ、髪を七三に分けた、おじさんがさ、
職員さんが。マジで？あの、私がさ、うん、所沢といえばだ。そう。で、その時に分かったんだけど、うん、お相撲さんもいるのよ。今、所沢出身で活躍している。うん、で、ライオンズでしょ？そうだね。で、バスケットボールのチームもあるわけよ。うん、だから、所沢にちなんだ人たちが、目撃者として、ね、こら、ね、ピックアップというか。しかも最後の最後でしょ？最後の最後。しかも、他の人たちは、スーパーの前とか、通りのね、目立つところにいたんだけどさ、私だけなんかさ、入ったこともねえような、所沢ね、出身で、入ったこともねえような、ビルのなんか奥の一番、なんか会議室みたいな。立ってんの？部屋にいるのよ、立ってんの、ピンクの。やっぱ胸張ってんの？なんか気持ち張ってたよ。おじさんよ、もう。他はお兄さんがやってるの、私だけさ。でもおじさんだから、おじさんがやるしかないよ。カペタのさ、七三のさ、で、ベストもさ、まあ、ピンクなんだけどさ、まあ、明らかにセーター切っただろ、みたいな、なんかこの、袖がなんかもう、うん。でもメインの最後の人だ、じゃあ言ったら、ボスだよ、言ったら。で、ネクタイしてさ、で、なんか、わっと思うじゃん、そんな。春日が春日に会いに行くんだもんね。うん、そうそう。んで、それ見て妹もね、めいっ子にね、ダメだよっつって言っちゃうっつって、その本物がいるよみたいなこうね、いやお姉ちゃんはな、うん、そういうの好きだからね、そういうのね言っちゃうの好き、ダメだからねなんつって言ってるんで、私も部屋入らずね、うん、外からこう見守ってたわけよ、うん、でめいっ子二人が春日にね、うん、偽春日にさ向かっていって、そのヒントの紙もらわなきゃいけないから、うん、どっちが何が偽春日っていうの、向こうだろうかよ偽春日、すごいごめん、こっちは本物でしょうか、すいません、本物はこうね、うん、部屋の外から見てて、どっちもまあ偽っていう話もあるけど、どういうことなんだよ実力的にね、そうそうそう、うん、まあそれはいいや、ちょっと引っかかるけどまあいいや、うん、で2人ね、めいっ子行って、うん、でもらうのよ、うん、でそれぞれの人はごちそうですとかやっぱ言ってきたが、うん、なんていうのかさ、やっぱ本当にもう普通にドゥースって言ってウースって渡したの、ウースって言ったもん、まあその人も不本意なんだろうね、すっごい小声でやりたくなかったんだよ、ね、じゃんけんで大負けしただろうからなその役やるってなると、いやわからないけど、ウースって言うだけ、顔も乗ってないわけよ、なんかもう、うん、恥ずかしいよな、あの格好それだけ喋ったことで、ウースってやって、それもそのまあ指つきでね、ジェスチャーつけてやったんだけど、それがもうまあ一番よくある間違いよ、何何何、2本でさ指を、あやっちゃった、ウースってまあやったのよ。どうする？で、あ、うん、まあまあ、うん、まあ違うなと思ったけど、別にそんな関係ないじゃん。関係ないとか、そのヒントもらってさ、あの、帰らない話だから。そこやっぱ引っかかんだよね、お姉ちゃんが。トゥース、そう、違うよ、つって言って。危ない危ない。うん。トゥースはこう一本なんだよ、つって言って。で、教えるのよ、うん。で、そのね、見せかせが、もう、トゥース、なんつって言って。直した。そう、直して。一本に。で、そのメイクはまた姉ちゃんが、トゥースの後はね、はぁやんなきゃ。すごい詳しいね。すごい教えるじゃん、なんかいろんな、なんかさ。教えてくれる。教えてくるでしょ、ポケモンのこととか、うん、だからそのおじさん、なんか使命感わかんないけど、姉ちゃんがちゃんとやってほしい。トゥースの後はこう、はぁがなきゃダメなんだよ。はぁがないとこし、そあれし、し、締めてるあれだから。うん、それはお前が説明したんだろうな、いつかな。あれ何そうそうって聞かれて。もうおしまいそれ覚えてんの。おしまいのやつなんで、あれないと終われないんだよ。いいよ、いいよ。なんつって言って。そう。で、トゥースって言って、はぁつって。まあまあ、それで終わるなって言うけど、お姉ちゃんがね、鬼ヶ原やって。とか言うわけ、知ってるな。そう。もう、その、カスガチェックに入ってるわけ、そのおじさん、ね、ちゃんとできるから。そうそう。鬼がね、その人も、まあまあ知ってくれってて、もうやってくれんだよ、子供が言うことだから。つって、でもそれも、こうなんか、鬼がやら、ちょっと違うやつ。この、指が角になっちゃってる、ね。指を角になって、ただただ上向いてるだけみたいな。クリアルスミスだね、それは。やつやって、そう、また姉ちゃんが、違うよ、つって言って。そう、見てて、なんつって、鬼がやらとかってやるのよ。お姉ちゃんがっちりね、好きだからね、そう好きだから、のことで鬼がやってで、アパやってさ、アパも違うなんつって、うん、いろいろ教えてるわけ、もう俺の仕事だね、ほとんどねお姉ちゃんがやってることで、鬼がやってアパ次アパやって、うん、それやってて、うんうん、もうでそれずっとやってるもんだからさ、あの行列になっちゃってさ、他の子たち、なるほど、後ろがね、ずっとやもうヒント渡せねえから、はいはいはい、行列になっちゃって、でもう行こう、いつ妹が入ってってさ、行こう行こうなんつって言って、で、部屋出てね。出た。そうそうそう。ちなみに、その B 面の、うん、春日はなんつって言うのかな。B 面の、うん。今までの B 面の春日だったら子供になんて言うのかな。B 面、はいはいはい。へへへへへへ。チュース
バカ野郎俺のことを知ってるか、うん、昔テレビに出てたカズガだよ今はこの部屋だよお前たちにヒントを配る仕事してんだよ時給だぞ時給で暮らしてんだバカ野郎アーバーやりたいけどねそのなんだよ謎解きいや怖いよ子供からしたら怖いから昔は良かったのにそこから落ちた大人って怖いから怖いよ怖いよねやっぱりね社会に対して何か思うところもあるだろうしそいつはねでもやっぱり知っといてもいいかもしれない、うんいや、そういうのじゃ、もうちゃんと健全なやつだ、ね。で、もうゴール近いなんつって言ってね、うん、その今まで集めたヒントを参考に、うん、なんかその、謎解き部屋みたいなってさ、子供たちがもうひしめいてるわけ。もう最後、それ。もう最後、最後。そこでみんなで、みんなでというか、その、それぞれがね、そこに集まってさ、全部照らし合わせて、最後の犯人とか見つけて、で、これあれだなんだって言って、今見つかったっけ、犯人と。犯人とプロペラの場所が。うんで、それをお姉さんに言いに行ってね。うん、で、犯人誰だなんかこう、耳打ちしてさ、他の子に聞こえるからさ。うん、で、はい、正解です。うん、つって言って、うん、まあ、小1時間半ぐらいかな。うん。で、こう、まあ。終わるんだぜ。終わってね。で、まあ、ゴールする子なんかも、だいたいもう制限時間、まあ、ギリギリぐらいだったかな。うん。で、終わってね、うん。で、ご褒美があるなんつって言って、うん、こう、お菓子を。うん。くれるなんですよ。お菓子なんだ、そうそう。いや、いい、無料なのにお菓子もあるし、なんかこう、トコロンのバッジとかさ。いいね。トコロンのトレーディングカードとかさ、ステッカーとかなんかいろいろもらえるわけですよ。うん、で、じゃあそれもらいに行こう、なんつってさ、うん、その、くれる部屋に行ったの。うんうん、したらね、その、まあ、トコロンももちろんいたし、うん、あと今までこうヒントくれた、その、力士の人とかさ、うん、野球選手とか、うん、バスケットボール選手とかいるのよ。うん、で、それ配ってるわけ、こうやって。うんうんうん、で、そこ前に。ならね、はい、で、まあ、春日もいるのよ、うん、偽春日のやってるねまだねやってて、うん、春日の全然春日の前にいないの子供がもらいに行かないもらいに他はわーってなってねママでもそれはさまあいいじゃんそれは、うん、なんかちょっとやっぱ一人だけリアルでちょっと気持ち悪いしさなんかその七三でね七三でなんかさ他なんかとっつきにくいってことだなコントっぽいね他はねリンパマッサージはね一番行ってるだろうけどまあその人はね年齢的にもねで、まあ、まあ少ないねなんつって言って妹は話したのよ何とも言えないな、まあ、なんともなーつって言ってさパッて見たらさあのお姉ちゃんが泣いてんのよ春日の列に少ないっつって言って人がやっぱそうか春日のこと好きだから、うん、好きだからねあ、うん、悔しいんだろうな悔しいそれ春日はかわいそうだみたいなでもどうにもならじゃないそれは大事だいいんだいいんだっつって言ってでねお菓子もらってさお菓子もらうときは しっかりその力士からもらってたけどねでそこでさ春日がの出番だったんじゃないのその春日役の人ぶっ飛ばしてさ、うん、ベスト引っぺがしてきてさ下に分けてそしたらお前のところ列に行ってたんだなんでぶっ飛ばさなきゃいけないんだよプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン続いてはこちらのコーナー、毎回番組から消えた質問をリトルトゥースに答えてもらう企画です今週からテーマ変わって、まあ、武道館終わったんでね、はいはい、今やオードリーといえば、筋肉マンということで、うん、筋肉マンの新しい超人案を考えてほしいということでもう世代的に、まあ中高生のリスナー多いんでついてこれるかなっていう感じなんですけども読んでいきましょう、まあ、多かったらね多かったらいいかもしれないねラジオネームカズヒラミラー超人の名前 DJ 岡村マンクラブ超人超人強度99万パワー特徴 PCDJ を認めずバカにしているが自分のポスターは売れ残る口癖団結せな必殺技不慣れな手つきでのスクラッチもう、もう火事場のクソ力が出た時強そうですクラブ超人ってジャンルがあるんだあるの俺らも知らなかったです
ラジオネームカルパッチョ。ビッグザ聖堂。ビッグという名前とは裏腹に、貧素な体をしており、白ブリーフ一丁で戦う姿からは、悲壮感が漂う。疲れてくると、額に書かれた、元号の字が薄くなってくるが、パイを食べると回復する。うん、なるへそ。うん。まあだからビッグザ製造だから実はね一番牛耳ってたりするかもしれない。そうかもしれないな。ラジオネームオーシャン。コロッケキング、モノマネ超人、超人強度70万パワー、ステカセキング同様に他の超人をコピーするのが得意、うん、必殺技はクロムハーツ固め。全部指とか首ネックレスだなんだ。なるほど、ね、それモノマネで戦うとかじゃないんだよね。クロムハーツ固め、そこは効くのかな。さ、効くで痛いでしょう。だって痛いのか、うん、ラジオネームオーシャン。ザ・泉谷。春夏秋冬超人、超人強度20万パワー、一見気性が荒く見えるが実は優しい超人、必殺技は首を絞める反則技だが全然力が入ってない。優しいね。そうなります。バカやろ。なるお前。黒、いい加減しろ。本当にね。体だけ動かして自分の。鎖骨持ってるだけみたいなね。ラジオネーム佐久間。超人、のりあきかすが。超人墓場で労働をしている。春日のお父さんですかね、のりあき春日。なんかウスみたいなこう回してんだよな。必殺技セブンスターヒロイ。そっからの喫煙ね、うん、そっからの喫煙。ラジオネームゴールデンハンマー。名前コラーゲン大統領マーク2世、うん、必殺技コラーゲンビーム。経歴、宇宙全体の 90% を裏で支配しているコラーゲン大統領マーク2の息子。父と違い平和を愛する心を持つが気が弱く、なかなか行動に移せない。手のひらから放たれる必殺技のコラーゲンビームはその名の通りコラーゲンが豊富。ライバルはアミノ酸総理大臣プロトタイプ5世。これ何ですかこれ。こういう、うん、多分筋肉マンを全く知らない人も送ってくるんですよ。そうだね。モデルがいないってパターンもあるんだね。ああ、でもそりゃそうか。これがコラーゲン大統領マーク2 2世です。ライバルはアミノ酸総理大臣プロトタイプ5世。なんだそれ。そういった流れかな。ラジオネームモンモン。超人一本杉。街をよく見渡せる小高い丘の上から人々の暮らしを見守ってきた。目をつむると様々な思い出が蘇る。私の下で愛の告白をした高校生カップルは結婚し、来月孫ができるらしい。プロ野球を目指し、私の下で悔し涙を流した高校球児は自動車のセールスマンとなり、今や営業所の所長だ。この春、この場所に大型ショッピングモールができる。私は間もなく静かにその役目を終える。必殺技花粉ハリケーン。何ですかこれは。どういうコーナーなのこれ。新しい超人を考えるっていう、どういうコーナーですよ。なんだっけ、うん、超人一本杉ですよ。何超人一本杉。人々の生活を見守ってきたんだよ超人一本杉は。うん、でどういう、うん、何をごちゃごちゃ言ってんだよ。あ、まあ、まあそうだ、まあ一発目だしな。うん、以上です。いろんなパターンのメール、この中から一番いい回答を春日が選びます。そうだな、うん、コロッケキングかな。おめでとうございます。クロムハーツ型のね。3月のプレゼントは厚切りベーコンと彩り野菜のピラフ、若鶏タレ漬け唐揚げ、今川焼き濃厚クリームチーズ、お弁当ネック。
生姜が香る豚の唐揚げの4種類入ってます。今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に返させていただきます。番組で資料用に筋肉マン全36巻を買いました。そう必要あんのかな。来週も筋肉マンの新しい超人案を考えてほしいで募集しています。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 日例の冷凍食品をお送りするので住所本名年齢そして電話番号を忘れなく書いてください。